菅さんの当選を祝し、多くの皆様の熱きご声援に感謝の意を込めて、万歳！万歳！菅でございます。皆さんには大変厳しいこの選挙戦の中、実質的に私地元は2日で60人の同志の応援をさせていただきました。それにもかかわらず皆様方の大変力強いご支援によりまして、こうして当選できましたことを厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。1年間という短い期間の内閣総理大臣ではありましたけれども、国民のために働く内閣としてさまざまな改革を進め、多くの課題に挑んできました。そして道筋をつけることができました。カーボンニュートラル、2050年脱炭素社会の実現、デジタル庁の設置、国地方の司令塔機能を発揮して新しい社会づくり、さらには少子化対策、特に不妊治療の保険適用、こうした道筋をつけたものについてしっかり前に進めていく責任があります。原点に立ち返って頑張っていきますので、皆様方のより一層のご支援とご協力を賜りますことをお願いいたしまして、御礼の挨拶させていきます。ありがとうございました。